明日は西日本で晴れて暑くなりそうです。予報センターは森田さんです。森田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。明日は西日本で日差し届きそうなんですね。そうですね、はい、朝から晴れるというところが多くなりそうですね、はいはい。で、今ご覧いただいているのは、明日の午後2時だいたい、晴れてる時に最高気温が出るのがだいたいこの辺りの時間帯なんですね、はい。ということで、まず天気については、西日本方面はもうだいたい晴れということになりそうです、はい。で、気温なんですけども、今15時ですか、14時、これがまあちょうど同じ時の、気温を表しているんですが、はい、赤色、これ25度以上を示しているんですが、ほとんどのところが、まあ、25度以上ということになりますので、夏日ということになります、はい。かなり暑くなりそうなんですが、どんな暑さになるかというのがですね、今日の九州北部の方の体感、これを参考にしていただくといいかと思います、はい。今どんな皆さんが体感をしている、体感のリポートを送っていただいているのかというところなんですけども、九州北部の皆さん晴れているという報告いただいているんですが、はい、この時の体感がこんな感じなんですね。黄色とカラッと暑いということになって、はい、報告いただいてるんですけども、明日は広範囲にこの体感の方が増えるんじゃなかろうかということですね、はい。分かりました。ちょっと、ね、暑さ対策なども行いながらお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。